こんにちは、親横です。こんにちは、ルーツスポーツパー花香です。はい、今日は茨城県の常陸那珂市の那珂湊駅に来ております。今日は常陸那珂市の素敵なスポットをね、花香さんと一緒に巡りたいと思います。まあ、女子ライドってやつですね。はい、はい、女子ライドです。楽しんできたいと思います。私は輪行できたんですけど、花香さんは港ちゃんレンタサイクルを借りました。借りました。このスポーティーなのとね、ママチャリと2タイプあって、これは1日いくらですか？1000円。はい、1日1000円で借りられます。今日はこれと私のミニベロでサイクリングしたいと思います。行ってきます。行きます。 e バイク最高。待ってきてください。お野菜頑張って。超楽です。登ります。激坂。港ちゃんレントサイクル今パワーです。レベル e バイクレベルパワー。私にも力を。パワー。ここが黒沢醤油店です。イエーイ。サイクルサポートステーションですね。いいと思います。大きいタルがありますね。うん、珍しくある。あ、本当だ。クラカフェって書いてある。本当だ、クラカフェって書いてある。泡団子、水味噌団子、醤油ソフト。何の甘だし、なんかいっぱいあるよ。あれ、本当だ、醤油ソフト。水味噌団子。いただきます。はい、いただきます。いただきます。おー、キャラメルみたいな味がする、うんうん、香ばしさかな。あ、私これめっちゃ好きです。やったー。その組み合わせ考えた人天才だね。天才ですね、これ。絶妙な。美味しいね、うん、頑張って坂のお互いがあったね。ありますね。坂きつかった。あんま頑張ってないけど。お土産に気になった醤油屋さんの泡漬け、泡漬け買ってみました。イエーイ。じゃあ次に行きましょう。はい、はい、続いては、続いてはどこだっけ。あ、カヒン公園だ。カヒン公園だ。国営ひたち海浜公園。本当に自転車持って入れるね、ここ。入れます。素晴らしい。入れます。サイクリングコースまでは自転車を押してくださいということで、サイクリングコースに入ると自転車に乗ることができるということで、はいはい、そこまで移動します。公園の中がこんなに自転車ウェルカムだとは。いや、ね、なんか、はい、何に来ると思うと気をつけなくちゃ。そうですね。公園の中をこんなに自転車でスイスイ走れるの気持ちがいいね。すごい、対面とぶつからないようになってる。譲り合い系の交差点だね、これ。はい、海外多いんだっけ。海外あるらしいですね。また聞こえてたのが嘘のよ。嘘みたいですね。道もかなり綺麗だね。綺麗、整備されてます。常陸那珂すごいな。カップルとかご夫婦とかで、お友達同士でタンデム乗ってる人がいてね、楽しそう。自転車で来る、もしくは自転車を借りるべきですね。こんなに自転車で快適な公園なかなかない。お、バイバーイ。いいっすね。ポッポもいいね。混んでる時期の公園ちょっとどうかなって思ってたんだけど、めっちゃ快適ですね。すごい。なんといい。なんといい。気温もいいし、天気もいいし。
さらぎと自転車本当相性いいよね。相性良すぎますよ。うおーすごい。これはこれはこの辺に自転車を。そうですね。なんか楽しいね。楽しい。秋ですね。秋ですね。あー、コスモスこんなに綺麗に咲いてんの久しぶりに見たな。真っ赤だな。大きいあの葉っぱが真っ赤だな。赤いね。赤いです。近いよ。沖屋からの海、秋の景色ですね。コスモスとコキア調べたんだよね、私コキアについて。あ、はいはい、コキアはホウキになります。はい、え？コキアは枯れたら葉っぱがホウキに使えます。あ、その木なんですかコキアって、うん、まあ、コキア以外もあるだろうけどね。あとですね、コキアの花言葉、はい、恵まれた生活、夫婦円満です。コキアーコキアコキアコキアお前恵まれた生活なんだな。恵まれた生活コキアコキア夫婦円満。そうですね、いつか庭にコキアを植えてください。そうします。はい。みんな幸せな気持ちなんだよ。そうですね、お花に囲まれてさ。あ、香りもいい香りする。夢の世界だよ。いや本当にすごいね、山一つ丸ごと花なんだね。ですね。ねえ、すごいわ。いい香り、いい香り。なんか味噌汁に入れたら美味しそう。あ、わかります。おふおふなんだろうね、とろろ昆布みたいな。おふか、おふだろうか。お腹空いてきたよ。はい、よしよし、行きます。ご飯を食べに。ご飯を食べに。公園内サイクリングロードが快適すぎる。ストレスフリー。なんだかこれは、なんだかこれはいい雰囲気にしましょう。はい、行きます。ゴー。すご飯です。やっと来たお昼。そうですね、もう1時。1時。コキアを満喫しましたね。おいしいね。ここにシラスの味が、うん、すごく合いますね。大洗さんのシラスが美味しい。大洗さんのみかんといちご。いちごフルーツが入ってる。いい香り。先に食べてる。食べても美味しい。うん、これは本物のフルーツっていうんですね。うん、甘い。美味しい。甘くない。うん。さっぱりしてて。うん、美味しいね。美味しいです。レジャー施設に来た時のご飯感がいいよね。電車でくらって移動して、でまた売店で並んで食べる。休日って感じです。ここも素敵だね。ラベンダー？ラベンダーだ、すごい。あの丘以外もいっぱいあるんだね。お花いっぱいある。お花がいっぱい。これいいね、家族で来て自転車乗りたいな。いや出口までこんな自由に自転車こいで来れるなんて本当にめっちゃ楽だった。ここおしゃれだね、これ。これ写真撮る？いいね、海。カリフォルニアビーズ。イバフォルニアさん、普段はコワーキングスペースとして、活動されていて、でレンタサイクルもね、やっているんですけれども、さらに2022年11月からは、アジガウラバイク&ランということでサイクルステーションもオープンされるそうです。興味のある方はぜひチェックしてみてください。あ、いい香り。その顔。溶け顔が多い。幸せなことですな。いただきます。確かに、いただきます。あ、おいしい。おで
販売されてるね、ちょっと気になってたアーモンドペースト、それをふんだんに使ったレアチーズケーキ、いただきます。アーモンド、うまっ。噛めば噛むほどアーモンドの香り、うん、味、噛めば噛むほどアーモンド、うん、まあ噛むほど硬くないんですけど、うん、優しい味だね、うん、ヘルシー。この下のクッキーがなんかもう手作り感満載、これすごい軽くて食べやすい、うん、11月から土日限定でお楽しみいただけるそうなので、興味がある方はぜひ。いやーいいえー、お願いします、お願いします。あ、めっちゃ楽じゃん。来た、いいバイク来た、うおいいバイク、素晴らしいな、いけいけ、頑張れ。結構怖いでしょ。あ、すごい坂。うわー、怖い。超楽だ、いいバイク、これきついな、すごい、いけんの、おー、さすが、さすが富士ヒルブロンズは違うな。さすが。さすがです。おー、海だ、磯の香りがすごい。これ私たち今日なんか半日サイクリングぐらいの気分だったんですけど、どうしてこうなってしまったんだろう、おかしいな、もう3時だよ、何が原因ですか。これは高気圧だな、高気圧だな、やられてしまった、あのほわほわにね、はい、まあでも絶景だったね、すごい。ひたすら海沿い、あ、自転車専用道路、お、めっちゃ整備されてる、安心感が、はい、陸地にいるの、陸地にいますね、来たー、久しぶりのお魚市場、初めて。ちょっと、え、どっから食べたらいいのかな。いただきます。いただきます。うん。入ってきたそうですね、悲しいな、寂しいな、そんなに気に入ったのに、ね、ありがとうございました。 あと鍵をもらえればだね、はい、ありがとうございます。はい、無事にゴールしました。ひたちなかをね、時計回りにぐるっと一周、楽しく走ってきました。やっぱね、女子で盛り上がると ね帰りが遅くなりますね。時間を忘れますね。はい、時間を忘れてね、半日コースで、あの半日で回れるぐらいのコースなんですけど、あのじっくり楽しませていただいて、ちょっと夕暮れ前っていう感じになりました。はい、まあ、それでもね、これから電車に乗って帰って十分7時8時ぐらいにはお家に着けるかなっていう感じで、あの日帰り旅行にも、都内の方お楽しみいただけるスポットかなと思います。今日は一番印象に残ったのはどこですか。コキアですかね。コキアですかね。よかったですね。本当に目の前近くまで、うん、あの自転車で巡れるので、ぜひ自転車持って、もしくは自転車を中でレンタルして走るのがおすすめかなと思います。私はね、醤油ソフト美味しかったな。あ、そうだ、あれも美味しかったね。一番最初の衝撃でしたね。そう、衝撃でしたね。グルメも揃っているひたちなかですので、皆さんぜひひたちなかサイクリングしに来てはいかがでしょうか。あと、いろいろ巡ったスポットの URL などは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。この投稿いいなと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。